僕は貧しい農夫、母の願いを叶えるため飴を探しに森にやってきた。この森のどこかにミルクが特に濃い飴があるはず。どこだ、どこなんだ、どこだ。待っていたぞ私が、悩める民を救う、この森に住む神様だ。神様。母を思うお前の優しさに胸打たれ、お前を助けにやってきた。本当ですか、信じられない、ありがたき幸せ。お前の望み一つだけ叶えてやろう。ならば大きな。ちょっと味覚糖的にヤバくない？大丈夫だよ、ちゃんと飴の CM って分かってるから。ああ分かってる、大丈夫だよ。ああ心配すんなよ、分かってるね。大丈夫だったらいいか。よし、ならば大きな一物をください。大きな一物をください。いや分かってんじゃないの。コンビニの店員が二度見する、嘘だ。大きな一物を私にください。え、そうじゃないだろ、話が違う、雨の話はどうした。嘘です、嘘です、雨の話が一番大事だけど、大きな一物をください。いやだから違うよね。大きな一物をください。雨はスーパーの天井も破るほどの。何言ってんの。大きな一物を私にください。何、雨の話は。もうやめてくれ、お前のために出てきた私がバカだった。嘘です嘘です。あの願いを叶えてください。お願いします。だよね。そうだったよね。ついでに大きな石物をください。嘘だろ。一物をください。やっちまったよ。後ろの牛が嫉妬する。嫉妬。大きな一物を私にください。男よ、一物は大きさではない、サイズのことを気にしてるのは男だけさ、男だけさ、すべては雨さえあれば、雨さえあれば心満たされ、優しさあふれ出す。雨さえあれば、雨さえあれば、雨に勝るものなど。よく言った。美味しくなってリニューアル、紙パッケージになった特濃ミルク。そうさ、特濃ミルクは噛みたいよ。特濃ミルクは夕飯味覚と、特濃ミルクは噛みたいよ。特濃ミルクは夕飯味覚と。いいねいいね。特濃